石川倉寺から1944年12月23日は日本の教育者。ルイ・ブライユが考案した六点展示をもとに日本語に本案して全国を回り展示を広めると今日の日本語展示の基礎を築き日本展示の父と言われている。石川倉寺の石碑1859年浜松藩士の父、千七と母。 絵師の子として、名残組屋敷に生まれる。8歳から9歳の頃から手習いに通い、現在の高町にあった、藩校、国名館に入学し、漢籍や西洋の法術、英語を学んで、優秀な成績を収めていた。当時、千マナの務める浜松藩は、財政困窮や、政局の行方に揺れており、妹銀を出産後は、 病気がちだった母絵師の体調と共に、少年、倉地の心配事となっていた。1868年9月、1007の死君である、井上正直は、和佐国に国替えされ、石川一家も、翌1869年5月に、和佐国鶴舞へと移り住んだ。倉地は12歳で、鶴舞の藩校、国館に入学したが、1872年の、 学生発布によって国名館は一時閉鎖となり、翌1873年に鶴舞小学校となった。倉地は同校に学び1875年主席で卒業した。成績優秀だった倉地は鶴舞小学校卒業と同時に同校の助教として採用される。1875年、倉地は千葉市販学校教員検定試験に合格し、嬉しかったそうだ。 千葉県上波入群水沼小学校に正式に小学校教員として勤めたが、新聞社への転職を目指し退職し、上京する。しかし、1878年、再び教師を志して、千葉市半学校に編入学し、翌1879年に同校を卒業。以後は、南相馬郡は篠谷小学校、千葉郡浜田小学校、長良群小原小学校と、 千葉県内の小学校を歴任している。1881年、久野佐野と結婚。翌1882年に、長男文平が生まれる。この頃より、国語や国字に関心を持ち、同年には、東京の、金の区合に加入している。同会は、漢字の使い方や金な遣い、話し言葉と書き言葉の関連性などについて、研究する会で、 倉地は1884年の東京虎ノ門で開催された際、後に死と仰ぐことになる小西新八と出会った。1886年、茂原小学校に校長として着任して間もない、倉地は小西から落前会君もワインへの赴任を打診される。倉地は当初、保持していたが、小西の3個の例の要請により、 翌1887年に上京し訓網ワインに赴任する。同年、訓網ワインは東京網和学校と解消し、クラジは同校で助教ゆ検書記に着任した。同じ頃、小西にブライユ展示を日本のかに本案するよう研究を依頼されている。こうして、東京網和学校でクラジを中心に、教員生徒がアルファベット展示を日本語の五十音に本案する。 作業が進められることになった。1889年、東京モ話学校の同僚である、東山国太郎によって、ブライユ展示を50音で表す6点展示案が発表され、触発された倉地はさらに研究を深め、工夫を重ねて3.2行の6点展示の案を考案した。1890年9月、 多くの展示研究者による研究から、日本展示を決定するための第1回展示選定会が開かれた。クラジアン、演算案に、東京モ和学校生徒の伊藤文吉と、室井孫志郎が考案した案の3案が対象となり、その後数十回の実験が行われた。同年11月1日の第4回選定会でクラジの案が採用されることに、決定し、 日本展示保管事業は終了した。以来毎年11月1日が展示制定記念日と制定されて記念事業等が行われるようになった。日本展示の完成後も、倉地は東京盲和学校で盲教育に携わりながら採択された直後に日本訓盲点あ一覧を全国の盲学校へ配布、全国各地へ出張するなど、 展示の普及活動を精力的に行った。1894年輸入した展示製版機を用いて日本初の展示出版物、大根二十25の春を祝詞ささぐるを発行した。また、1898年にはそれまで未制定だった展示用音を発表して日本展示を完成させ、翌1899年東京モア学校で採用された。 1901年4月22日、クラジが本案した展示が、日本訓毛手にあざとして官報に掲載され、日本において、視覚障害者が使用する文字として、公認のものとなった。クラジは、展示の本案だけでなく、展示を表記するための機器の開発にも同時に取り組んでおり、1898年に、懐中展示機を、1904年に、 石川タイプライターとして展示タイプライターを開発している。1899年、東京高等師範学校の教諭研訓道に任命される。1901年には東京盲話学校でも共有として国語の授業を受け持っていた。1910年、盲話分離により東京盲話学校が雑誌ヶ谷に新設されたが、倉地は 東京老和学校に教諭として残留して勤続し、1925年に66歳で同校を退職した。退職後も、食卓として東京老和学校に国語の講師として勤めていたが、1927年にその任務を解かれてからは、子孫や同僚、教え子に囲まれ、各地を旅行するなど充実した日々を過ごした。 1929年には自助伝を出し、1930年には生誕地である浜松に聖徳記念碑が建設され、その除幕式に自ら出席している。その後も新宿御苑での観王会や観劇会に招かれ、出席したり、1937年にヘレン・ケラーが訪日し、東京盲学校を訪問した際には歓迎会に出席している。 1940年に日本展示制定50周年記念式が開かれた際には列席し、東京盲学校や帝国盲教育会、東京盲人会館東京盲人協会等から感謝状を受けた。1944年12月23日、戦争で群馬県安中町に疎開中、85歳で逝去した。墓所は豊島区駒込のソメ霊園。 ありがとうございます。